上を向いて歩こう、涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう、にじんだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、泣きながら歩く一人ぼっちの夜。思い出す秋の日、一人ぼっちの夜。悲しみは星の影に、悲しみは月の影に。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、泣きながら歩く一人ぼっちの夜。はい、こんばんは。今夜はね、上を向いて歩こうを歌いました。2020年11月の2日月曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、ちょっと今首都圏は、ね、今雨ですとね、まあでも明日はこの前週 朝ぐらいでやみたいね。で、晴れたらね、日帰りで行こうかなと思って、日帰りでデイキャンパーだけね、うん、日帰りで利根川の河川敷か、どうまんか、どっちかに行こうと思いました。うん、仕上げで行こう。多分昼間は天気いいみたいだからさ、うん、ぐらいに出て2時3時に帰る感じでね、うん、そうしようね。さて、今日もね、 YouTube でライブ配信やろう。久しぶりなのに、やっぱね、ハッピーマンデーなんていう法律出てからさ、飛び散りの休みがなくなったんだよね。少なくなったから、久しぶりだね。さて、明日のんびりだやろうね。こういうのいいよね。日曜休み明けて、月曜で行ってまで休みってさ、ほんといい。これハッピーマンデーとかいう法律作ってさ、無理やり連中作ったためにさ、な、少なくなったんだろうな、こういうのね。うん、僕は好きよ、こういうのね。うん、たまに今日もね、 YouTube ライブやりましょう。ハッピーマンデーは無用だよ。なの、無理やり連中作ってさ、連中よりもこういうのがいいよね。間に休みがある方が、うん、僕はそう思う。無理やりやるよ、連中だとなまっちゃうんだもんな、本当な。2020年とかでも0時前でよかった。2020年11月2日日曜日、ハートのエースが出てこない、ハートのエースが出てこない、やめられないこのままじゃ、あいつの気持ちがわかるまで、デートのチャンスはお預けなのよ、気まぐれそれとも本気なの、決め手がないのよ、注意信号、願いを込め、あいつとのことを、
こう占いしてるのに、ハートのエースが出てこない。ハートのエースが出てこない。やめられないこのままじゃ。電話が鳴っても出ないのは、優しい誘いに弱いせいなの。あいつに会ったら今度こそ小さなキスを奪われそうで、とぼけた顔憎めないあいつ、恋占いしてるのに、ハートのエースが出てこない。ハートのエースが出てこない。やめられないこのままじゃ。はい、こんばんは。今夜はね、キャンディーズちゃんのね、ハートのエースが出てこないを歌いました。2020年11月の2日月曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。あ、タピオカちゃんどうもね。タピオカさんどうもね。あ、アキコさんどうも。だから嫌な人はこの、ね、いらない、ね、来なくていいからね。うん。女子さん、こんばんはね。明日休みよ。うん。明日のんびりしようね。うん。じゃあもう一回ね、歌はいらないと言って、僕なんか裏の気持ちだと思うんでね、もう一回歌うね。にげひこさんのために。ね、ありがとうね。うん、多分ね、もう一回ね、にげひこさんのためにもう一回歌ってあげるね。今夜はね、キャンディーズのね、ハートのエースが出てこない。ハートのエースが出てこない。ハートのエースが出てこない。やめられないこのままじゃ。あいつの気持ちがわかるまで。デートのチャンスはお預けなのよ。気まぐれそれとも本気なの、決め手がないのよ注意信号、願いを込めあいつとのことを、恋占いしてるのに、ハートのエースが出てこない、ハートのエースが出てこない、やめられないこのままじゃ。電話が鳴っても出ないのは、優しい誘いに弱いせいなの。あいつに会ったら今度こそ小さなキスを奪われそうで、とぼけた顔憎めないあいつ、恋占いしてるのに、ハートのエースが出てこない。ハートのエースが出てこない。やめられないこのままじゃ。はい、こんばんはね。今夜はね、キャンディーズちゃんのね、ハートのエースが出てこないを歌いました。どうも。でもね、うん。コンロ持つなんだよね。今度買おうね。うん。いや、今日は、ね、一応鍋だね。今日ね。一応向こうの台所を温めたやつで持ってくんで、今日のお鍋ね。いや、今日はいい。今日は熱燗でお鍋ね。ちょっとまず熱燗の用意しようか。蔵だより行こうか。蔵だより。缶だけしか。熱燗ね。今日意気込みだけにしとこうかな。じゃあつけてきます。はい。そうね。うん。
本日も鍋で、はい、本日は鍋でいこうか。はい、どうも。野菜じゃないよね。今日はね、小松菜とね、鶏団子と、しめじと、なんだっけあれ、舞茸の鍋だ。ね、要するに舞茸としめじね。舞茸としめじと、鶏肉団子と、小松菜の鍋で。おー、いい香りだ。キノコの香りがいいね。そうか。小松菜は2株ぐらい。鶏肉、これ団子はさ、これ生のでよく団子になってやるね、こうやって。鶏肉団子、小松菜。これ舞茸だ。舞茸。しめじ。しめじ。しめじ舞茸。まあ、こんなもんでいいかな、下まで。まず蓋して。これで今日はこれです。しめじと舞茸と肉団子と小松菜ね。じゃあ味付けね。味付けはね。一味唐辛子。七味唐辛子パラパラ、これいいや、彩りがいいね、赤く赤いな。それといつもの安いやつ、これね、柚子のポンタレか。これでいただきます。あ、じゃあこれで、ね、食べれるよ、大丈夫よ、うん、それキノコ安かったね、これね、もうね、これ舞茸よ。うん。うん。うん。以前ね。もう向こうに持って帰っちゃったからさ、キャンプ道具ね、前も使ったことあんねん。うん、まあ、そうも進みますね。うん、うまいね。これ十分だ。うまい。うまいね。よく何でもね。しめじと、まいたけと、小松菜と肉団子ね。どうもね、こんばんは。今日肉団子と小松菜としめぎと小松菜の鍋で、小松菜ね、うん、うまい。ないよ、うん。第2陣いこうか。全部入れちゃおうか。小松菜。まいたけね。肉団子。
でじゃん。まずいから、一人鍋だからね、こんなもんで。これ混ぜて、ああ、うまそうじゃないか。生活どうもいい、便利に、いいもんと思うよ、生活保護。いいと思うわらって。前ね、キノコ久しぶりじゃないかな。久しぶりだね。この間チータ食ったもんな。なんだろうね。みたいなね、これかな。もう明日からいいかな。明日から持ってくんで、ね。明日からいい頃だよ。今日は1合だけども、20日の1合。乾杯。一回じゃないよ、もうつい一昨日の、結構最近飲んでますよね、最近ね。は違うけどね。あとはね、冬場は燗酒だよな、やっぱな。できるあんま売ってないよね、この辺ね。あったら飲めるけどね。豪華かな。安いもんだって、鶏肉団子だし、小松菜だし、しめじ。80円だし、えの、あれ、前田君も80円だし。小松菜は1袋68円のうちで3分の1ぐらいだからね。まあ、冷蔵庫に小松菜が残ってるし。ないですね。これいっぱい。今日は我慢しようと思うよ。予算のこと考えながらさ。予算があるからさ。少しずつね。残り全部入れちゃうか。こんなもんだ。一人鍋でした。しめじ、まいたけ、小松菜ね。汁がうまそうだな、これな。きのこだとね、最後の汁うまいんだよな、これな。
日本酒で鍋の汁割りやろう、やってみようかな。ちょっとね。君はね、この鍋の汁で日本酒を飲もうかね。飼ってませんよ。まあ、よかったね。ないよ。お聞きいただきました。子宮の内膜、内部が炎症を起こすんです。子宮の内部の炎症。刺されちゃうんだよね。そうすると着床しないわけよね。性人らしか一緒になってるんですけど、着床しないから、妊娠しないわけ。子宮の内部の炎症よ、内膜症って炎症。みんなそう言われ、女性型不妊は圧倒的に多いのが子宮内膜症。ないよ。この鍋のつゆ入れて終わろうか、少し。これでおしまい。ああ、いい香りだ。じゃあ、これまた明日ね。明日は私早いと思う、休みだからね。のんびりしようね。休み前は嬉しいわな。のんびりするな、明日ね。のんびりしましょうな、明日ね。のんびり。連休だとさ、天卓に行っちゃうからさ、意外とのんびりできないんだよね、あれ。僕の場合はさ、連休になっちゃうとさ、洗濯に行っちゃうからさ、山とかさ、行っちゃうからさ、意外とのんびりできないけどさ、一日だけだったらそんな行かねえからさ、のんびりできんだよ。ね。
生きるとは死なないこと。生きるとは死なないことです。ただそんだけ。特別意味はないってことよ。うん。死なない限り生きてる。そんだけの話。僕はそういう人間です。死なない限り生きてます。生きるとは死なないこと。意味はありません。僕はそう思ってます。生きるとは死なないこと。もう簡単に手軽でいいんですよ、そこで。とは知らないこと。単純なのよね。それでいいんですよ。難しく考えない方がね。このケンさんどうもね。今日は熱燗です。熱燗とお鍋でした。しめじと、まいたけと、肉団子と、小松菜ね。カセットコンロも持ってないんだよな、僕。この家ないんだよな。カセットコンロ機とかあんまないかもしれない、ほんと。アウトドア4シングル、山で使う4シングルマーダー買ったけどね。自宅用の普通の買おうかな、今度買うところはね。買ってみようね、今度ね。それでここでやってみてもいいや。鍋はあるから鍋、ね、いっぱいあるんで。多分これはね、母親がね、ご飯用の土鍋だと思うんだ、多分。まあ、土鍋だから使ってるからね。多分それはご飯炊く用に買ったんだろうな、母親が。でも土鍋なんで何でもやって。もう何もないよ。室内はね、アルコールはダメに ね。来ないか、でもな、全部向こう置いたの。アウトドア系全部町屋の方置いたからさ、持ってくとめんどくせえんだ、あれ。山行ったり、キャンプ行くのはさ、向こうからだからさ。アウトドア系全部向こうの部屋に置いてあるんで。めんどくさくてね。よかった。まあ、ずいぶん前だけど、前さ、アルコール燃料高いって言ったでしょ。ほんとね、あれ、コロナ以降ね、一気に上がったよね、あれ。以前はさ、500円のボトルだったら、ネットだったら200円強で、220円とかで買えたんだよ。今じゃ買えないもんね、500ボトル。それいろいろ悩みながら見てたらね、4リットルだっけ？ 4 リットル容器が3つ入、揃って、3000ちょっとあったのね。ああ、それ見たら、それ買ったんで、それよかった、あれ。4リットルが3つだからさ、ね。だから、3つでしょ？だって、それ3000円。だから4リットル1つあたり1400円ぐらい安く見ると。そうすると500あたり200円もしないからさ、あ、いいなと思って。なんとかあれでアルコール燃料は工面できる感じ。500の容器は高くて今買えないからさ、買いたくないんでね。4リットルか3つ入ったのか揃って3000ちょっとのやつ、あれ単純計算するとさ、500あたり200円もしないんでね、いいなと思って。あのゴールデンではあれで工面できる感じ。今度飲もうね。よかった。ほんと4リットル12だもんな。あ、でも500の時はね、ネットでね、20本ぐらいかったかな、そう、20本ぐらい、20何本かね。4500円ぐらいになって送料無料になるからって。今じゃ買えないや、あれ。500のボトルなんかさ、1本ほんの何百、倍以上になってからね、今ね。だからね。それでも4リットル3本で12リットルだから、そんなね、買わないや、何もでき。あれはなぜか知らない、安かったんだ、あれ。あれ見つけて4リットルの3つ揃って3000ちょっとのやつ、ね、
これほど友達いないからさ、僕ね。いかだよ、どうも。お引き取りいただきました。じゃあ、今日はこの辺で終わるんで、ありがとうね、皆さんね。皆さん、また明日ね。おやすみなさい。おやすみね、皆さん。どうもありがとう。また明日ね。楽しいよ。じゃあ、最後の歌いこうか、今夜の最後。今夜の最後、この歌で締めようか。最後の歌いくよ。今夜の最後。こういうね、歌がいらないと来なくていいからね。夏が過ぎ、風あざみ。誰の憧れにさまよう。夏青空に残された。私の心は夏模様、夢が覚め、夜の中、長い冬が、窓を閉じて、呼びかけたままで、夢はつまり思い出の後先、夏祭り、宵かがり。胸の高鳴りに合わせて、8月は夢花火。私の心は夏模様。目が覚めて、夢の後、長い影が夜に伸びて、星屑の空へ、夢はつまり思い出の後先。夏が過ぎ、風あざみ。誰の憧れにさまよう。8月は夢花火。私の心は夏模様。はい。最後、今夜の最後はね、少年時代でした。ではまたね、おやすみなさいね。多分、行こうと思ってます、明日ね。まあ、どっちにしろね、行かなくてもね、いつもの生徒確認やるからね。おやすみなさい。では、また明日ね。また明日、おやすみなさい。皆さんありがとうね。ね。おしまい。ああ、今日が0時までよかったね。あのんびりにしようね。明日は休みだ。嬉しいね。本当怖いのよな、本当。一応休み明け仕事行って、本当ハッピーマンデーっていう法律ができてからさ、少なくなったからね、こういうのね。でも理想だと思う、休みとしては。連休よりもこの方がいいよね、リラックスできて。連休はさ、休みをすると嬉しいとこだけどさ、結局ね、それは休み明けが辛かったりなんだよ。ね、これ絶対いいよ、僕も俺に言ってなんかよ。普通にさ、仕事の合間にギリギリで出勤休みとか、これ本当にいいと思うんだけど、労働者にしかその良さ分かんないんだよね。だからしょうがないね。じゃあ、今日はこの辺でおやすみなさい。